2016年新旧アマスカ卒業の長崎あやみです。私がバンクーバーに来たきっかけは海外で住みたいっていう夢が昔からあって、で資格を取得したと同時にこの機会しかないって思って来ました。でカナダに今2ヶ月半いるんですけど、とても住みやすいです。気候も穏やかですし、食べ物が何より美味しいです。で職場の雰囲気は皆さんすごく優しいって私は感じていますね。あとは患者さんはほぼ日本人以外の方で、勤めている店舗によってまたインディアン系、チャイニーズ系で、カナディアンの方とか、すごく多種多様な人種の方に触れる機会があって、毎日とても刺激的に過ごしています。で英語が私はあまりできなくて最初すごく不安だったんですけど、本当周りのスタッフさんや、人事の方がとても優しくて、皆さん助け合いながら頑張っています。すごくいいところなんで、よろしければぜひ来てください。はい、皆さんこんにちは。東洋神宮専門学校アンマカ卒業の久保幸男です。本日は、東洋ジャパンシアスクリニックについて、紹介させていただきたいと思います。私はここに来て今3ヶ月ちょっとしているんですけれども、皆さんとても優しくて、英語があまり様子じゃなくても皆さん助けてくださいますし、はい、たくさんフォローしていただいて、かなり仕事のしやすいというよりかは、ワーホリの方々にすごくとてもいい仕事かと思っております。バンクーバーはとても気候が穏やかで過ごしやすく、雨が降ったとしても夜中まで降ることはほとんどありません。今はサマータイムで